ダークアイズ。今シーズンのショートプログラム披露してくれました。ジャンプいつも高高ヒトムラ。お客さんの反応はいかがでしたか？そうですね、まあ、ちょっと冒頭の4回転がちょっと失敗してしまったんで、まあ、ちょっと悔しいところなんですけど、でも最後のステップもすごく盛り上がっていただいて、本当に後押しされたなという感じと、このまあ、ここでやっと次シーズンに向けてスタートするかなと思うので、まあ、しっかりと試合までに全力でやれるように頑張りたいと思います。今まで宮城で演技をされたことはありましたか？そうですね、過去に全日本ジュニアがあって、その時優勝させていただいたんですけど、本当にそれ以来なのですごい久しぶりだなという気持ちと、まあ、練習でちょこちょこ前は行ってたので、すごいこういうところでイベントができるっていうのはすごく嬉しいなと思います。じゃあちょっとこう特別な思いもありましたか？そうですね、やっぱり仙台自体はすごく昔から練習としてずっと使わせていただいてたので、すごくこうなんかちょっとずつ街がこう駅前とかも変わってきてて、すごいなんかこんなになってんだなと思って、すごくこう新鮮な気持ちで今回ザ・アイスに来させていただきました。先ほどもありましたが、新シーズンに向けて何か意気込みがありましたら教えてください。そうですね、やっぱり
まだまだ足りないところいっぱいあると思うので、そこをこう突き詰めてシーズンに向けてしっかりやれたらいいなと思います。